春季キャンプスタートまで1ヶ月を切り、各球団、来シーズンを戦うにあたり、戦力が整ってきました。そこで、各球団ごとにインアウトを振り返り、戦力の分析、来季の陣容を見ていきましょう。今回は、ヤクルト。2022年シーズン、ヤクルトはリーグ優勝を果たし、投打における主な成績の数値、リーグ内順位はこのようになりました。2022年シーズンを戦って課題となったのは、ご覧の通り、先発投手陣。先発防御率が 3.84 を記録し、リーグ優勝を果たしたものの、リーグワーストの数値となりました。先発登板数、チーム内トップ6を見てみると、原、高梨、石川投手が防御率4点台で、ローテーションの半分の投手が4点台と考えると少し厳しい状態です。野手ではセリーグのポジション別王を見てみると、リーグワーストとなったポジションはファーストとレフト。特にレフトのポジション、青木選手が年々成績を落としていますので、その後釜の台頭が来季以降ポイントになりそうです。コンオフ、ヤクルトの動向、インアウトはこちら。助っ人外国人選手においては、ホール、スアレス、マクガフ、キブレハンが退団し、オスナ、サンタナ、サイスニードが残留。そして新たに、エスピナル、ピーターズ、ケラ、3名の助っ人外国人投手を獲得しました。ドラフト会議では、1巡目に社会人の吉村投手を指名。投手では他に高卒の坂本投手が入団。野手では高卒の西村、大卒の北村内野手2名と大卒の沢井外野手1名が入団となりました。現役ドラフトではロッテから成田投手を獲得し、自チームからは渡辺選手がオリックスに移籍する形となりました。また、他球団を退団となった選手を獲得する動きも積極的で、阪神を退団となった尾中投手、中日を退団となった三ツ俣選手を獲得しました。チームを去った主な選手としては、島、内川、坂口とベテラン勢が現役引退、退団。主なインアウトは以上となります。続いて、新加入となる即戦力級選手の主な成績がこちら。スピナルはメジャー通算3試合の登板で、2022年シーズンはメジャーで2試合の登板、防御率 7.71 の成績。マイナーリーグでは27試合の登板で5勝6敗、防御率 5.50 の成績でした。ピーターズはメジャー通算59試合の登板で13勝12敗3ホールド、防御率 5.30 の成績。2022年度はメジャーで22試合に登板し、5勝2敗3ホールド、防御率 4.58。 マイナーリーグでは9試合の登板で1勝1ホールド、防御率 2.13 の成績でした。ケラはメジャー通算243試合に登板しており、実績十分な投手。2022年シーズンではメジャーで12試合に登板し、2勝2敗1ホールド、防御率 5.06 の成績。マイナーリーグでは19試合に登板し、1勝2敗1ホールド1セーブ、防御率 4.82 の成績でした。ドラフト組の即戦力級選手の主な成績がこちら。吉村投手は2022年シーズン公式戦で10登板 63.2 イニングを投げ、防御率 1.84、 ウィップ 0.97 の成績と圧巻。ローテーション投手として期待がかかる即戦力です。沢井選手は大学通算84試合に出場し、打率2割9分1厘、10ホーマー48打点。4年時は調子を落とし、24試合の出場で打率2割5分3厘、4ホーマー12打点の成績でした。田村選手は
大学通算55試合に出場し、打率2割1分9厘、2ホーマー11打点。4年時は24試合の出場で打率2割1分8厘、2ホーマー11打点の成績でした。即戦力級選手の成績は以上となります。続いて、来シーズンのヤクルトの投手事情について。来シーズン先発ローテーションの軸となるのが小川、高橋、吉村、サイスニードの4名。そこに山下、エスピナル、ピーターズ、奥川、小沢、高梨、石川、原が5枠目6枠目の筆頭候補になりそうです。保存療法を選択した奥川投手の肘の状態が気になりますが、来季どの程度先発として投げれるか注目していきたいところです。続いてリリーフ陣。1軍のリリーフ枠を8枠と想定。まず守護神のマクガフ投手が抜けたため、そこに誰を置くのかがポイント。現状ではやはりケラ投手が有力でしょうか。その他のブルペン陣は2022年シーズンを支えた清水、田口、石山、木澤、本野、梅野、久保の7名が軸となってくるでしょう。メジャー通算243登板の実績があるケラがマクガフの穴を感じさせないような活躍を見せれるかポイントです。続いて捕手陣。速攻性のある補強はなく、来シーズンも中村、内山選手が軸となるでしょう。西田、松本直樹、松井選手は打撃においても魅力的な選手ですので、誰かは一軍で十分に出番が得られないと考えると少し惜しい気もします。続いて内野手陣。ファーストのポジションにはオスナ、セカンドには山田選手、サードには村上選手、ショートには長岡選手がファーストチョイスとなり、ヤクルト内野手陣のレギュラーは固まっている現状です。松本優、竹岡、三ツ俣選手などレギュラー級以外の選手にも楽しみな選手がいますので、レギュラー級選手がうかうかしていられないような活躍ができるかにも注目です。最後に外野手陣。センターの塩見選手とライトのサンタナ選手はもちろんレギュラー筆頭でしょう。レフトのポジションが激しいポジション争いとなると思われ、山崎、青木選手を中心に宮本、丸山、浜田、沢井、太田選手など外野手の層もかなり厚いメンバーが揃っている現状です。プロ野球ファンの皆さんはここまでのヤクルトのオフの動き、選手層などを見てどのように感じていますでしょうか。ぜひコメント欄に書いていただけると非常に助かります。また来シーズンの開幕予想スタメンや先発ローテーション、勝ちパターンなどの予想もコメント欄に書いていただけると盛り上がると思いますので、その点もよろしくお願いします。春季キャンプまで1ヶ月を切り、 WBC、 プロ野球開幕とワクワクが高まってきますね。ご視聴いただきありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価ボタンを押していただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。また次回の動画でお会いしましょう。